前回の、はい、ダブルスの反省だね。そうですね、まあ、100ヤード以内をお互いに練習しました、はい、ちょっともうとりあえず何発も何発も打って、うんうん、一回ちょっと傾向をね、そうですね、うん、一回クラブをしっかり振れる。でもアイアンの練習だね、大事なのは、ね、100ヤード以内、うんうん、100ヤード以内だから QP ウェッジだな、うん、そうだね、 QP ウェッジ、今日は徹底的にやりたいと思いますはい、頑張ります、頑張ります。花粉症になりました、青木純です。花粉症なんじゃならないね でもいい感じだよ。じゃあカッコつけよっか。やっぱナルシストになることが一番大事だから。結構さ、思わない、なんか全部見てね。うん、思う。汚いよねなんか右手でさ、ガーンってやるよね。やる、なんだろうね、うん、なんかでもさ、上手い人とかさ、左手じゃん。あ、それな、これはできない。シュルシュルシュルでしょ。うん、こう来るでしょ、うん、こう来るでしょ全部出ちゃう。
あ、確かになってるかもね。うち日中ね。うん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 。卓球ってさ、出るじゃん。あ、はいはいはい。なあ、ゴルフでも出ちゃうの。なあ、グッとね。で、それがこっちも出るし、こっちも出るし。うん、そしたら打診するとさ、無理じゃん。だから、うん、私これが大事。はい、じゃあベタ足やってください。やってるね。はい、すごいここら辺頑張ってる。やっぱね、この辺頑張ってる。そうだよね、多分ゴルフで使う筋肉を忘れている。忘れてる。うん、膝の動きが良くなってきました。真剣に練習しております。滑してるかもね、右に、ね、腰の横に棒があると思って両サイにはいいね。でもここだけ投げるの我慢するの大事だね。そうだね。あ、今家でね、こうやって体幹トレーニングしてて。そう、すごい動くから胸に鍛えよう。なるほどね、腹筋ね。ボクシングのせいでと筋肉は使う筋肉を間違ってる今。綺麗。やっぱ違う。足止めてる人いる、うん、違う。動いてない。あとね、なんかね、伸び上がってる感じがするんだよね。トップの時に逆うん、大きすぎる。うん、で右の腰を引かずに前に向けた感じで上げてみて。あ、うん、なんか変。前向いたまま、うん、あ、そうそうそう、これだけしかない。うん、そうそう、ちょっと伸びちゃう、うん、伸びちゃってる感じ。前傾です。はい。気づきました。え、なんで今なんか良かったけど。すごい痛い、待てなかった。あ、待てなかった。今の方がいい。うん、かっこいい。今度左にこう動いてる。あ、これね。うん。1個やったら1個できない。そうだね。今度左に動いてる。あ、ちょっと難しいな、やっぱり。難しいな。おー。お話しして。うん。いいね、当たってるよ。こういう力なんだろうね、うん、使い方が。そうそう、やっぱ得意なやつでやった方がいい気がする。力入れないね、この2本。はい、いいね。必死必死。